サッカーをもっと今日も楽しく見るために、井上マーでございます。ノーミルク砂糖と申します,日てます <laughs>。ミルクサッカーアカデミーチャンネル、ぜひよろしくお願いします。 データで今日は語っていきましょう。モテモテロックオン遺跡パート 10! ああ、ーパート10になりましたこれね、遺跡シリーズ、ね。そうなでございます。今どういう選手がね、遺跡上に、ね、大注目を集めてるのかというね、うん、そんな最新情報を先生に教わっていくコーナーでございますけども。よ,よろしくお願いします。J3 から。はい。あ、J2J1 に出世するぐらいのモテモテはこの方だっていうことね。そうなんです。あと、あ<ー>だから今回はそのモテを、はい、私今回、はい データで皆さんにご提供させていただこうかなと思って。タデータマン。そう、モテってこういうことだよミスターエビデンス。そういうことでございます。次にモテたいあなたも大参考ってことですよね。そういうことでございます。これを見ればみんなもモテるという。そういう動画でございますと。わかりました。はい、ということでね、表紙にもいろんなラインナップ、いろんな文字並んでるかと思いますけれども。あれこれ。あっ。ね。ま終盤の工程、北中米ワールドカップ候補誰なんでしょうね藤田にいるんだよとか。 右側ね、実歴代二の記録を持ってる男とか、あとはね、宮崎のボー暴力。まあ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 。影がわかりやすい。影的にね、なんかこうなんかやってる人ですよね。ここじゃあの人かもしれないですね。藤田の人かしら。じゃないと、う、なんか宮崎は、ちょっと見るわかり見たことありますよ。たぶんね。でも、人生活躍して、しょういが。そうなんですよね。 じゃあ、ってことで、行きましょうか。はい、ってことで、こちらでございます。中に一気に、ドーンクイズ形式。不正時形式。そうなん今回はいろいろデータで右半分にバッていろいろご紹介してるのもあるんで、横並びにギャーンとしてみたかった感じなんですけれども。大注目のねそうでございます。じゃあ、まずは一番のね、福島なあ、先にちょっと皆さん言っておきたいと思います。今回実は、えー、岩手。 熊本富山この3チーム今昇格争ってるじゃないですか特に上の方でねなるほどねはいまあ岐阜はちょっといろいろ例外があって持ってきたのもあったんですけど上がる上がらないで変わってくるから一回それ決まってからってことねそっちはそうそうそこら辺の方々はやってないっていうのがあります宮崎周位じゃないかっていう方もいらっしゃるかもわかんないねえなもう最初がないんでねそういうことねはいということでございますじゃあまず丸一一人目からいきたいと思いますこちらですドン だよね、いやまあそうですね、鎌田大夢選手、おめでとうございますって言うと正しくないかもしれないんですけれども、弟さんんでですすよねそうな実はちょっととんでもない数字になりそうだってところがあって、あいね、あの鎌田選手に関しては、はい、やっぱりこうあの、試合とかご覧になったことあるとか、もしくは高校時代含めてあの、体つき見られたことある方は思うかもしれないけど、ひ、うん、ょろっとちょっとされてるところあるじゃないですか。そそうううでですすねねねちょっっといよた、ねうん、ただびっくりしたのが、ねはい ま,あまず左側、パス成功率リーグトップ10入りしてる。まあこれはなんとなくプレイサイ的にも合ってると思うんですけど、なんと実はあの中盤の選手の中でボールダッシュ数リーグトップ5、えー。じゃあ結構ゴリッといく感じの。だこのままいくと、あのー、今、うん、あのシャルルロアベルギーにいる森岡良太選手みたいになってってんだっていう。あらまあ。そうなんですよ。<laughs> ちっちゃくてわかるかみんなわかんない。それね。あいこうやって挨拶盛り合わせ。ひろむじもしかしたら三年後くらいすぐにやってるかも。えやっぱすごい。そうなんですよ。おじさまっぽいけどね、ゴリッと行くんだね。そうなんですよ。だ結構縦に速いサッカーとか展開するチームにあって、やっぱり真ん中とかでね、やっぱりちゃんと地上戦でボール奪えるキャラがいるってのはとてつもなくでかいですよね。なんで。 そうなんです。よ今ね、それこそ森岡選手はやっぱりベルギーで今三年連続であのタックル数ナンバーワンみたいな状態になってるので、かっこいいよね。そうなんですよ。人みたいなもんね。本当にそう。そうなってくる可能性を秘めてる人なので、来年ほどどこにいるのかっていうことがすごい注目されるな。なるほど。いう感じでございますね。はい。え、Y.S. しかも二人います。あまああれあの子だあの子だな。どこ誰なんでいいですよまず一人目。 船橋選手と、うんどかチャール選手でしょ。なるほど。チャあ、タリー一気に行きましょう。はい、正解はこちら。はい、あ、出てこない。はい、こちら。なんだ正解。ああ<ー>。坂口、あ、キーパー。そうなんです。<ー>これ、ちゃんとお伝えさせていただくんです。まず、船橋優馬選手という、皆さん、ウイングとか、ね、サイドを主にやる選手がいるんですが、はいはい、あの、実は1試合、 の、え、ドリブル成功数ってのは、はい、あ、ドリブル成功数の平均が2.0っていうポイントを超えてて、これあの J1 のトップクラス、あの、三笘くんとかじゃない限りは、だいたい 1. 点いくつなんですよ、だあの、2いってたら、あの、あの、神レベルにた、たどった、たどり着いてると思っていただいてるんですけど、村松そのレベルにいるんですよ。すで、さらにそれぐらいドリブルを成功させてる人の中で唯一、あの、デュエル成勝率、あの、地上戦であの、守る方も含めて、 勝率60%超えているってところがあり、だサイドでまあ言い方悪いけど、投げ倒してるような感じですよね。えー、どけやどけやみたいな感じで、ちゃんとオフェンスもディフェンスもできてる選手だーデータにこんな尖ったデータとして出ちゃってんだ、今年は。そうなんです。えー、で、やっぱり YS シュタルフ監とか、こういう選手生み出すの本当得意だなと思っていて、 あの、一年前で言ったの、音泉昌磨選手、今、富山で活躍してる選手が、その、似たようなデータを残せたというのもあったので、これ、ワイズに戦い方をかきしていいんですかねそうですね。なんで、それこそ今の代表チームでもそうですけど、まずい、これ昔からこう言われてるじゃないですか、こう1対1で負けちゃいけないってい。それをマジで体現してるのが彼です。だ彼は、ある程度どこ行っても僕は通用するんじゃないかな。うん、思いますね。 これはなんか納得ですね。はい。そしてもう一人、YSCC のゴールキーパー、佐川良介選手でございます。はい。え、これあの一つゴールキーパーの指標と呼ばれているものがありまして、それがやっぱりセーブ率。はい。まあやっぱりなんかビルドアップだなんだとかいろいろ言われますけど、まあそもそもゴールキーパーなんでまず守ることが大事なんですよね。ってなってきたときに、実はあの、え、100本中80本セーブしたら、あの、結構ゴールキーパーって神の領域なんですよ。はいはい。ワンシーズンの中で。はい。 で今あの国内でもほぼあの今、岡山にいる、えー、梅田東吾選手ともしかするとこの佐川選手、相手以上の試合出てる人でいったらこの2人だけかもしれないっていうレベルでーと,かとか入れてもそう,うだから、これ、皆さんびっくりするかもしれないけどあの名古屋のランゲラックより上です。あんなにクリーンシートしてる人よりも<ー>佐川選手の方が実は弾いてる, <laughs> なるほど。これすごいぞ 東口選手だけでもセーブ率は上なんですよ。まあね、皆さん楽しみましょうよ。これね、カテゴリーのいろんな事情もあると思いますけども、数字上は正解に注目される数字を出してるってことだよね。そうなんです。あと、これただ、サ川カー選手、何がすごいかって、じゃあそこまでセーブする人ってなると、それあれでしょと。もうあの、ゴールマスめちゃくちゃ張り付いてるから、趣味が高けてるだけであって、公演キあれなんでしょって思われるかもしれない。なことないわけですね。彼は、 ビルドアップ、いわゆるパスですよね。はい、それの成功率も86%、J3 で超上位のところにいますよと。これ、他のカテゴリーでも80%超えてくると結構なもんなので、両方とも80%、80%っていうのは、もうこれ相当なもん。あの、野球では3割30本みたいなもんだと思っていただけど、選手そういうことなんですよ。えー、だここは、シュタル監督育てるなっていうところで考えると、やっぱすげえなと思わされる選手です、ねね。まあ、後ろから繋ぐっていうのはも,もちろんありますけどね、それはね。もちろんね。うん もちろんだけど、でもそれが丁寧にできているからってので、なってますから。すごいですね。ねはいでございます。はい。で、続いて今度は丸4。長野の選手になりますね。そう<の>、こち,こちら。あー、でもちょっとお怪我してるんで、こちらとさん水谷。 たくま選手なんですよね。あの、実はですね、J3 全員選手の流れなんですけど、はいはい、あの、ビルドアップの、いわゆる組織的な攻撃をやっていくよってなった時に、はい、えー、それでの、あの、攻撃関与率、攻撃その関与しながらそれを成功に導いてる、いるシュートまで導いてる、その関与率が水谷選手はナンバーワンだってところがあり、はい、さらに彼すごいのは、はい、ミルワカ的なカラーリングで言うと、水色、はい、オレンジ、黄色、黄緑です。 はあ。いわゆるウィング、ウイングバック、サイドハーフ。さらにはサイドバックもあの右左、左、はい。あら。そんなところも行けちゃう。危険お化けですね。そうなんですよ。ね、今、似てる選手で言うんであれば、今、ハブ空,空港です。うん しかもそれがハブ空港自ら移動するような形でハブ空港の。すごい。空母。空母。<laughs> そういうことなんですよ。うんうん、今で言うと、新潟にいる、あのー、藤原選手っていうね、右サイドバックの選手が、はい、まあそういうね、ボランチとかサイドバックとかとかを兼任したりだとかってことも前選手ですけど、はい、彼はまたそういうことができる選手だっていうのがあったりします。はい、で、これちょっと先に言っちゃえば、水谷選手、 富山昇格なら水谷選手ちょっとそっち行くかもなっていうのはちょっと考えてます、私は。あの、左とも社長と、あの、清水時代に一緒に仕事してる仲だったりするので、そういうのもなんかもしかしたらあるかもなーなんてこと思ったりしますが、でも、ありがとうございます。ただ、あの、もともと彼清水にいたんで、それこそ清水もに復帰とかもあるかもしれないし、J2 クラブたちでも、ちょっとあの、水谷ってさ、っていうのは、ちょっともう、まことしやかで、こう、こそこそ話が今ある状態かな,な。

サコマーヤ選手と秋山選手でございます。ねね、はい。あの、まずですね、あの、とんでもない男がやっぱりいました、さ皆さん。えー、基本的にデュエルって、今1対1とかなんだから、50ーいったらすごいわけです。え、サコマーヤという、あの、高卒1年目のベルディからやってきたルーキーの男、えー、空中戦においても、そしてディフェンスのいろんなバトルにおいても、地上戦含めてね。 攻撃におけるデュエルにおいても、いつでも勝率70%を超えてるという唯一。90超えてんだよね、確かに。そうなんですよ。世代別代表で。そうなんです。あの顔もシュッとしてんだよね。そうなんですよ。普通に育っててくれれば、2026、北中米ワールドカップってのがあるんですけど、の代表候補メンバーだと思います。そうなんですよ。で、今の板倉。はい。 えー、なんなら、だから、あとは中谷谷口とか、そこら辺の位置にサコって名前が。でも先生、190超えてるっていうのはさ、これ、終盤のパワープレーでも日本代表、過去いなかったでしょ、これは。<え>そうなんですよね。見たよ、僕、藤枝の試合だ。宮本選手、センターフォワードの後ろから決めてたよ。<laughs> クロスをなん。なんかそ、うん、あなんか他の方々もジャンプしてるはずなのに、はい、その上に頭がある、ね。先輩のセンターフォワード押しのけてヘディングするト決めた。<laughs> 迫真谷選手は。すごいですよね、はい。ああ、なるほど、これはそうでしょうね。でも、はい、ベルディでしょ、やっぱり。ただ要は、あのベルディさんと。はい、あなた方のところにも、はい、あのいいセンターバックさんいるから。うちに貸してくれっていうところも、はい、結構出てきてるんじゃないかなという。状況ですね。試合バンバン出てほしいしね。そうなんです。えー、っていうところ、ちょっと入れてみましたよね。 でもう一人は秋山選手、同じくセンターバックなんですけれども、うん、去年フルタイムで出てた選手にもなるんですが、ちょっと今季は、うん、まあやっぱ監督変わったり何だにもいろいろあったと思うんですけど、やっぱ状況が変わってなかなかねっていう試合もありましたので、それこそやっぱ勝手知ったるところで言っやっぱ富山昇格とかなった赤月には、去年一緒にやってたね、監督メンバーも多いですし、はい、もしかしたらなんてこともあるかもしれないな、なんて思いますね。るねまあ,ある意味 j s オー,スーオールスターズを。 ね、ひ<あ>っさげての富山の昇格とかってパターンもあるかもしれない。その中ね、そういう飽きたパターン、うん、いいですよね。いいんですよね。自分がのこの集めてね、経験も、ね。そうなんですよ。ということでございます。はい。そして、はい、あの、この丸七の方は、はいうん、あの、実は僕、この収録の段階の前までは入れてませんでした。うん、実は収録15分前に差し替えた選手になりました。えーえー、じゃあ,あの人じゃないよね 誰でででしょうねいいきますすよ川西さんいです西さんではないんですこれは、また、うん、だからロックをもう一個プラス追加でやらなきゃいけなくなった事案でもあるん,ねん,あったんだねそうなんです。11月16日、J1、はいはい、のとあるクラブで発表があったからこそ起きたこのマンガ。じ俺、その推理まで当てます、これは。よろしくお願いします。はい、前岐阜の選手、こちらでございます。はい、ドンセンターバック、甲斐健太郎選手。お大きいよね そうなんです。今年の守備ポイント、あの、デュエルで勝った数とか、例えばタックルとかインターセプトとかでボール奪った数とかの合計値で言うと、今年 J3 現在ナンバーワンの選手になります。そうなんです。だからもう岐阜のね、取り出ですよね、要塞。なんですが、もしかすると海選手抜ける可能性が。ながりました。これは監督のつながりでしょう。そしてセンターバックが、お国に戻っちゃうチームでしょう。もう 実はこれ、収録しているのがえ代表戦の1時間前に、われわれ11月16日、今23時58分の段階なんですけど、同日夕方、J1、浦和レッズさんからリリースが出ました。牧野智明選手がえ今期限りで契約満了となる。はいそうだで、移籍します、なので100%。 すでに名前が新聞紙面上でも上がっておりまして、現 J2、京都サンガそして、現 J3、岐阜の名前が上がっております、うんうんえー。はい。 実は、あの、岐阜で言ったら柏木選手ってのもいたりしますけど、ねね、実は、この両チームってのは、はい、あの、浦和から、あの、実はスタッフさんも移籍してるチームにもなるんですつながりがあるわけですかそうなんです。<laughs> だから、それ次第では、岐阜、いきなり岐阜に来るなんてこと、全然あります。<ー>現状。だから、それこそ<お>マリノスとかガンバ行くよりも、岐阜来る方が、確率は高いです。ある。そうすると、いきなりだから、急に代表、 レベルがやってきますのでセンターバック誰か抜けるかなっていうところはそういうことです。っていうのもあり得るかもしれない。まあ解説はもともとこれぐらいのディフェンス能力持ってるので他のチームから呼ばれるだろうなってことは間違いないっていうのもあるんですけど、まあすね、共存できないもんなんですかこれ。いやーだからどうするかなってのがそこら辺が注目ポイントになるかもしれ、ね、あな、ね、あいではね。 ですねこれをほ他のチームからたまたまったもじゃないですいきなりきの来るってそうですねやばいことが起こりますねそうですね視聴数とか上がると思うのでこれやっぱちょっと楽しみだなっていうとこでもありますねじゃ続いて今度は宮崎なお二人行ってみましょうこれは一人はもちろんねまあそうですね梅ちゃんでしょ梅ちゃんでしょうねっていうところ含めていきましょうこちらでございますトンと出た えー、梅田選手と奥隈選手のお二人でございます。息子さんだ、息子さん。そうなんでございます。はいはい、えー、梅田選手実は。息子さんだけどね、誰かしら <laughs> まあ、そうだけどね。も息子ん生きてしいけるもんみんなね。<laughs> そうなんだよ。ちなみに、実は梅田海人選手、僕手元の集計で9ゴール6アシストなんですねこのシーズン。で、なんで、あの、15ゴールに関与してるんですが、え<ー>、これがあの、J3 ナ、no. ンバーワンです。すげえ。そうなんです。やったね、梅さんそうなんですよ。これ実は、あの、各世界レベルでも、あの、 1>, 1シーズンに15ポイント獲得するっていうのは、結構移籍に対する一つの指標になってて、最近だとこの夏に、最初、鎌田大萌選手、名前も出しましたけど、お兄ちゃんの鎌田大地選手も、フランクフルトから移籍するにあたって、今季、やっぱ15ポイント取りたいっていうふうなことをおっしゃってたっていうのもありまして、そうなんですよ。なんで、移籍しないかもしれないけど、オファーがないなんてことは、ちょっと考えられないなっていうのは。ただ 宮崎は、この下の大熊選手もそうだし、大熊選手もクロスの成功数が今リーグで2位だったりだとかって、やっぱチャンスメーカーとしてはね、あのもう、もうね、そこにこうガーってこうしてるところありますので、はい、宮崎としては、まあ目指すポイントは、やっぱり4年前の、やっぱり秋田、あの時は優勝したけど、まあやっぱりライセンスなくて上がれなかったってのあったけど、やっぱそこからメンバーちゃんの残ったりだとか、そ,ね、それでみんなでこう頑張ってこう昇格したってのがあったので、気運が高まり、ね。そうですね。 そうですね。なんでそこを目指すのが一番かと思いますが、ちょっと、そうなんですよ。まあ、そこはプロですから。うん。まあ、でも、そうなんですよね。そのあたりが、まあ、来年とかに向けてもどうなっていくかがちょっと楽しみなところではまあ、もてもてということは間違いない。間違いないですね。はい。これは全然鹿児島もうかるよ、僕。ああ。はい。 まあそうですよね。米沢選手です。選手ね。ああ、ちょ、ごめんなさい。レイさん。はい、米沢選手でございました。あの、もともとセレッソの株組織とかもいたからってのもあるんですけど、これびっくりなのが。分かってて間違っちゃうことってあるじゃないある。ね、もうそれはもうめちゃくちゃあるからね。のケーキって頭の中にイメージしてチーズケーキって言っちゃったけどあんじゃん、ね、あるのよ、そういうことは。ちなみに米沢選手、だからもう25歳なんですけど、まだ。はい 実は J3 の歴代の得点ランキング、総合ランキングね、2> うん、の2位なんです、もん。もう、通算も通算で2位なんですよ。それはセレスト U23 の時からね。そうなんですよ。ねはいはい、なんでこのまま行ったら、もちろん J3 のだから歴代記録作りそうだなってのはあるんですけど、はい、逆に言えば J3 ってってどこに行ったとしても彼は、やっぱ2桁近く普通にやると取れちゃうんですよね。うんはいはい なんで、やっぱり、おそらくは、一回お声もかかるような気はするんだけど、鹿児島さあ、どうするって感じは、なってくるのかなと。したいですよね、絶対。そうですね。あの、この夏も、あの、野岳選手が大分行ったとかもありましたけど、やっぱりでも、こう、いわゆるチャレンジというか、そういうオファーが来た場合は、なんか、ちゃんとこう、送り出してるかなって印象の強い鹿児島なので、基本的には、もしそういうオファーが来た場合には、 まあ本人がね、いわゆる行ってみたいっていうんであればってことになるかもしれませんけど、うん、果たしてじゃあこの冬のネタの選手はどうなるのかと、うん、なんかその後、いたいのね、そうですね。データ的に言ったら一つの上のカテゴリーに行っても、もう皆皆さんももう確実に活躍できると思われるので、<ー>果たしてこの冬どうなっていくかが楽しみでございます。はい。いや、先生、これもともとなの間違いないんですけど、これ若い選手なわけじゃないですか、もう加盟簿戻してもらうとさ、はい。これ中からやっぱり代表とか出てくる可能性だって全然あるわけでしょ あるでしょうね。やっぱ世代別でいったところでったら、佐コ選手はちょっと有力だったりするのと、やっぱりこう、僕らとしてもそうだし、お話も聞いたからってもありますが、梅田選手。全然サ目指してほしいですし。そうですね。ねはい、僕、船橋選手、鎌田選手、米沢選手とかも、<ー>いや、全然いけんじゃねえかっていうところとか。 すげえ思う感じもあるので、いや、だから楽しみですね。ここからが将来の J1 とか代表を支えるような選手が出てきますから。うん。皆さんもこう J3 こう、まあね。 定期的にこうチェックして見ていただければなって思いますねなんて楽しいんだ,んいんだねえ<ー>、はいということでございましたマジ楽しいですわ。ありがとうございますいつもねありがとうございまーすブーバーということでこのシリーズもええー、パート10になりましたけどもねぜひはい パート9までも見てください。監督編なんかもね。はい。J1 から J2 は違う逆か。J2 から J1 から。<laughs> 海外とかそういうのもやってくれてますんで。はい。よろしくお願いします。喋りきれなかった部分はねあの、サブワーカー、ミドカーの、うん、チャンネルでもお話しさせていただいていることもあるんでね。よろしくいしはい。お願いします。お願いします。いろんなことをやってます。毎日やってます。明日も聞いてくださいね。ミルクサッカーアカデミー、ぜひ高評価ボタン、この動画をね。そしてチャンネル登録もよろしくですお願いします。最後までありがとうございました。ありがとうございました。 の、ミルクサトでございました。ありがとうございました。したそれではまた明日お会いしましょう。バイバイ。